どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、奈良ブロック2020年度の問い51から問い60までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい。それでは早速始めていきましょう。問い51番です。引き続き第4章に関する内容なので頑張っていきましょう。登録販売者に関する記述の正誤について正しい組み合わせを1つ選びなさいということで、はい。こちら答えは5番が正解となります。まず A なんですが、登録販売者は一般用医薬品の販売または授与に従事しようとしなくなったときは、60日以内に登録販売者名簿の登録の証状を申請しなければならないと書いてありますけど、こちら誤りですね。どこがというと、これ60日以内ではなく、30日以内となりますので、このところ、気をつけておいてください。それからあとは、例えばこう数字の引っ掛けだけじゃなくて、例えばあらかじめ、申請してくださいねとかっていうことがあったりしますけど、そうでもありません。ことが起きてから30日以内。ことが起きてから30日以内ということになりますので、ことが起きる前からとかっていうのは誤りとなっちゃいますので、このあたり気をつけておきましょう。はい。ということで、ここ A は誤りとなります。はい。そして B と C は正解。そして D なんですが、2以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請したものは、当該申請を行それぞれの都道府県知事の登録を受けることができるよとあるんですけど、これも誤りです。何かというと、2つ以上ですね、2つ以上の都道府県において、従事登録を受けようとする場合なんですけど、2つ以上は登録できません。必ず1箇所のみとなりますので、なので、その2つ以上はですね、できませんので誤りとなります。なので、販売従事登録というのは、お仕事、しようと思った時に、その働く店舗のところで、その登録っていうのを行っていくんですけど、その働く店舗の都道府県知事から、知事にですね、その申請を行っていくんですが、例えば、一つの県で、そのやつを、販売従事登録をやって、例えば、もう一つの県にもまたがって、お仕事をしていきますよとかってなった場合は、もう一つの県は特に必要ございませんので、なので、どこか一つやっていけば十分ですから、このあたり二つ以上は、登録受けることは基本というかできませんので、一箇所行えば十分です。で、一度行えば、販売従事登録というのは、一度行えば、その後することはございませんので、まあ、もちろんね、先ほど、もう仕事しなくなったよとかっていうことであればですね、また再登録とかしていただく必要があるんですけど、一度行えば十分ですので、このあたり、D は誤りとなります。はい。ということで答えは5番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い52番です。店舗販売業に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。まず、今回この店舗販売業に関する内容をお伝えしてますね。店舗販売業に関する問題となりますので、まずは何の業種のことについてなのかというところもしっかりと頭に入れながら、考えていきましょう。まず A は正解ですよね。6年ごと、これも6年ごと、5年ごとって引っ掛けてくることもありますので、十分に気をつけておいてくださいね。はい。それから、B なんですが、登録販売者じゃないですね。ごめんなさい。薬剤師が従事している店舗販売業の店舗において調剤が認められているよとあるんですけど、店舗販売業は調剤は行うことはできませんので、なので、薬剤師が従事していようとも、店舗販売業は調剤を行うことができません。調剤を行うことができるのはこちらですね。薬局のみとなっちゃいますので、この点も間違わないように十分ですね。皆さん気をつけてくださいね。はい。ということで、B は誤りとなります。それから C 正解、D も正解なので、1番が正解となりました。では次行きましょう。問い53番です。化粧品に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。化粧品に関する内容ですね。A は化粧品を販売する場合には、化粧品販売業の届出が必要であるよとあるんですけど、こちら、届出。
ですね、販売する場合には特に、これ許可とか届け出は不要ですので、は誤りとなります。作ろうという、製造販売業とかは許可必要ですよ。あとは品目ごととかこのあたりもややこしいですよね。そのあたりもう一度ですね、復習しておいていただきたいと思います。そして B、化粧品の効能効果の一つに、手足のかさつき、荒れの緩和がありますよとあるんですけど、手足のかさつきとか荒れの緩和とかここまで行ってしまうと化粧品の効能効果の範囲をちょっと超えてしまいますので、これは医薬部外品の範囲に、該当してきちゃいます。なので B は誤りとなります。このあたりも化粧品の効能効果の範囲というのが、手引きの別表のところに一覧で出てると思います。なので、特に化粧品に関しては、化粧品の定義ありましたよね。化粧品は美化しとかっていろいろ書いてあったじゃないですか。で、そこにはですね、毛髪とか皮膚を健やかにするよということが目的と書いてありましたので、毛髪とか皮膚を健やかにすることが、この化粧品の効能効果の範囲だったりしますから、ぜひぜひそのあたりですね、もう一度ですね確認をしておいていただくと良いかと思います。はい、そして C は正解、 D も正解ですね。はい、ということで答えは1番が正解となりました。では次行きましょう。問い54番です。化粧品が、じゃないですね、ごめんなさい。薬局に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、今回は薬局についての内容を解いております。はい、ということで、A は正解、で、答えですね。答えは4番が正解となります。4番が正解ですね。A は正解。そして B が違うんですね。B は薬局に勤務する登録販売者は、要指導医薬品の販売などにおいて、購入者などの情報提供や相談を行うことができるよう、できないですよね。薬局で、登録販売者働くことももちろんできます。ただ、薬局だからといって、要指導医薬品の、販売とか、相談とかね、そういうことはできませんので、なのであくまでも要指導医薬品は薬剤師のみとなりますから、このあたりですね、店舗販売業なのか薬局なのか、そして薬剤師なのか登録販売者なのかというところですね、もう一度確認しながらですね、ここを問題を解くようにしてみてください。はい、ということで B は誤り、そして C と D は正解となりますので4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い55番です。特定販売に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。1番が正解ですね。A は正解。特定販売とはということで、まあ、いわゆるインターネット販売と思っていただいていいと思います。で、そんな、特定販売とは薬局または店舗における、その薬局または店舗以外の場所にいるものに対する一般用医薬品または医療用医薬品の販売、医療医薬品の販売または需要を言うと書いてあるんですけど、ここが違いますよね。何かというと、特定販売は何を販売することができるかというと、一般用医薬品は OK ですよね。ただ、こちらに書いてあるように、医療用医薬品は販売することできませんでしたね。そうなんですよ。なので、例えばですね、医療用医薬品だけじゃなくて、あとは要指導医薬品もダメでしたよね。そうですよね。なので、ここ一般用医薬品と、あとは売ることができるのは薬局製造販売医薬品というものは売ることができます。薬局製造販売医薬品って何かというと、薬局で特別に製造してもいいよという許可をもらったものが、その薬局製造販売医薬品というものになります。なので例えばどんなのがあるかというと、例えば、先祖代々もう何百年と続いている薬局さんとかで、もう昔からなんか作っている処方とかあったりするんですよ。で、それは、特別にその薬局のみ作ってもいいですよみたいな許可が降りているものもございます。あとは例えば漢方薬局とかですね、漢方薬局で、生薬がたくさんこう並んでいるようなところで、お客さんが今こういう状態なんですっていうところで、あ、じゃあそれは葛根湯の、処方ですねみたいな感じになった時に、
じゃあ、カッコン入れて、魔王入れて、みたいな感じで、生薬を混ぜ合わせて、それでお客さんにお渡しするもの、それもですね、薬局で、その処方を製造するっていうことになっちゃうので、そういった場合も薬局製造販売、医薬品のですね、これ許可とか取らなくちゃいけないんですよ。なので、そういったところはですね、この薬局製造販売医薬品というものになるので、そうなんだなと思っておいていただいて、特にここを深掘りする必要はありませんので、その薬局製造販売医薬品と一般用医薬品しか、ここ特定販売はできないんだなというところを思っておいていただくと良いかと思います。はい、そして B と C は正解、そして D なんですが、特定販売を行う場合には当該薬局または店舗以外の場所に貯蔵または陳列している一般用医薬品を販売または需要することができるよとあるんですけど、特定販売はあくまでもその店舗、許可をもらった店舗内にあるお薬しか、販売することができません。だからその店舗以外の場所に貯蔵、例えば、遠く離れた倉庫のとこですね、もう例えば100メートル離れた倉庫のところから、送る、その倉庫のところ許可取ってなければダメです。なのでそういった意味ではですね、この店舗以外の場所に貯蔵とか陳列しているものは販売需要することはできませんので、 D は誤りとなります。はい、ということで、答えは1番が正解でした。では次行きましょう。問い56番です。法に規定されている店舗販売業者が医薬品を購入したときに書面に記載しなければならない事項として正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 B と D が違うんですけど、B は、製造販売業者の氏名または名称と書いてあるんですけど、そうではなく、例えば購入者などの氏名または名称だったら OK です。なので B は誤りですね。製造販売業者ではありません。それから D に関しては、使用期限。使用期限は、複数の事業者の場合はですね、使用期限とか書きますけど、そうではないので、D は誤りという形になります。はい。ということで、答えは2番が正解でした。では次行きましょう。問い57番です。店舗管理者が薬剤師である店舗において、店舗販売業者が、登録販売所により販売することができるものとして正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。これややこしいですね。もう最初の店舗管理者が薬剤師である店舗においてという前置きを置いて、そして、店舗販売業が、登録販売者により販売することができるものは何でしょうかということで、そもそも登録販売者販売することができるのは、これ、そうですよね。第一類薬品とか要指導薬品は、登録販売者販売することができないので違いますよね。なので C と D が登録販売者販売することができるなっていうところで、このあたり単純に答えていただくといいんですけど、ちょっと最初のところが言い回しがややこしいですよね。なので、そのあたりのところ引っかからないようにしといてあげてください。それとにですね、単純に答えていただくと引っかからないと思いますので、ここあれなんかこうじゃないかこうじゃないかってね、確かにそうなんですよ、疑い深くなってしまうんですけど、ここはストレートに答えていただくと、答えが導き出せますということで、4番が正解でした。はい、では次、問い58番です。次の記述は日本薬局法に関するものである括弧内に当てはまる、軸として正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。このあたりもですね、日本薬局法に関するものとしてこのように、穴埋めで聞かれる問題が、多々あります。特にですね、ここ日本薬局法というのは、大臣が指定していますよとか、薬事食品衛生審議会の意見を聞いてとか、このあたりも穴埋めで聞かれることもございます。あとはですね、標準的試験法、ぜひですね、日本薬局法ってインターネットで検索していただきますと、厚生労働省のホームページからダウンロードできるようになっております。 PDF は無料ですよ。素晴らしいですよね。書籍にすると何万とかものすごい値段しますので、すっごい高いです。なのですごい高い値段するんですけど、PDF は無料なので、いやいや、素晴らしい時代になりましたよね。で、そんな、ところでこの標準的試験法とかっていうのは、
日本薬局に収載されている医薬品のその、調べ方ですね。それを、どういう、その、例えば白い粉とかになってて、もう全部白い粉なんで、小麦粉かどうかわかんなくなっちゃうので、よし、これは、例えばアスピリンとかだったら、よし、アスピリンはこういうもの、こういうふうに調べるとアスピリンだとわかりますよ、とか、そういうものとかが書いてあったりするんですよ。あとは、何度で溶けるとか、そういうこともいろいろ書いてあったりしますので、ぜひぜひ一度見ていただくと、わかりやすいかなと思います。はい。ということで答えは3番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い59番です。店舗販売業者が店舗の見やすい位置に掲示板で必ず掲示しなければならない事項として正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は正解、B、複数の店舗において店舗販売業の許可を受けている場合、許可を受けているすべての店舗の名称及び所在地というところなんですけど、すべての店舗の名称、所在地書く必要はございません。ね、100店舗あったら100店舗ボワーって書くんですかって話になっちゃいますので、違いますよね。なので B は誤りとなります。はい、それから D なんですが、管理者の住所、管理者の住所いや確かに、いやでも書いてあったらね、ストーカーとかあっちゃうかもしれないですよね。ねえ、なので、ごめんなさいね。で、まあ、そういうことは書かなくていいです。名前は書いといてください。ね。なので、管理者の住所までは書く必要はございませんので、D は誤り。ということで、答えは2番が正解となります。はい、では、最後60番ですね。法の規定により、配置販売業者、またはその配置員が、医薬品の配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない事項として正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。今回ここの配置販売業ですね、配置販売業に関してのお話になります。で、その配置販売業については、その配置員とかはですね、営業マンです。ご自宅に行ってすいません、奥様という形でピンポーンという形で行きますので、営業マンなので、営業するためには何日以内じゃなくて、あらかじめですね、あらかじめ。そうなんですよ。あらかじめやらなくちゃいけないこととしてどういうものがあるんでしょうかということで、こちら。C が正解なんですけど、B は、配置販売に、販売する医薬品名とか、これは特にやる必要はありませんし、そして配置販売に従事する時間というよりも期間が、必要になりますので、期間ですね、そこが必要になりますので、時間ではなく期間となりますので、D は誤りとなります。はい、ということで答えは2番の C が正解という形になりました。はい、ということで、特にこの7ブロックに関しては手引きに書いてある順番通りに、問題が出題されてないので、そういったところも少し、混乱を招く可能性もあります。なので、しっかりとですね、皆さん過去問を、解いていただいて、あ、そうなんだなと、7ブロックはそういう形で問題が出題されるんだなというところをしっかりと確認していただきたいなと思います。そして、問題としてはですね、そこまで多く難しい内容は出てきておりません。ただ少し、ちょっと考えるな、難しいなというところはちょいちょいございますので、ぜひ、そういったところでは難しい問題にあまりとらわれすぎずに、しっかりと基本的なところで解ける、よく要は何度も出てくるような問題は確実に、解けるようにしておいていただきたいと思います。はい、ということで皆さん引き続き頑張ってくださいね。はい、ということで、本日、ごめんなさいね。ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、下の LINE アットなどに登録していただきますと、質問などお受けしておりますので、ぜひぜひ、ご利用いただきたいと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。